皆さん、こんにちは。シンガポール人の J です。Hi guys, it's J here. 今週から10月に入りましたが、日本の小学生にとって10月といえば、衣替え、運動会、ハロウィンなどですね。しかし、シンガポールの小学生、特に小6の学生にとって10月といえば PSLE の筆記試験です。以前の動画で、シンガポールの国家試験、2つを紹介しましたが、そのうちの1つはこの PSLE 小学校卒業試験ですね。今年の PSLE で話題になったキーフレーズは2つあります。試験制度の変化、そしてヘレンとアイバンですね。以前の動画で、PSLE の試験成績は点数ではなくアルファベットのグレードと全体の受験生の中での成績を表す偏差値で表していることを紹介しました。そして小学校卒業生はそのグレードと偏差値で中学校を選んで応募するという入学方式ですね。しかし今年試験成績の示し方が変わりました。それはアチーフメントレベルです。それはアチーフメントレベルです。簡単に説明すると、試験点数が一番優秀の AL1 から、AL8 というグレードで、表示され、4つの科目の合計 AL 点数で中学校を選んで応募します。その合計 AL 点数が低いほどいいということですね。でシンガポールの教育庁によると、この変化によって、いくつかのことが期待できますね。まずは、旧成績制度の偏差値に比べ、新成績制度の合計 AL 点数は、29個の可能性しかないので、受験生の差を減らすことができます。それとともに、入学基準のバリエーションも、減らしたので、入学条件、いわゆる最高の合計 AR 点数ですねが、同じ中学校が増えます。でそうなると、受験生が選べる中学校の範囲が広がれることが期待できますね。でその場合、選択肢が増えるので、各中学校のプログラムや、部活など、成績以外のことを自分の趣味や強みと合わせて選ぶことができるようになるでしょう。そして2つ目のキーフレーズは今年の PSLE の数学の問題からです。で優秀な受験生を割り出すため、毎年の数学試験に難しい質問が、1問か2問ぐらい出され、そこから話題になります。それでは今年の難題の例を一緒に解いてみましょう。問題。ヘレンとアイヴァンは同じ数のコインを持っています。ヘレンはある数の50セントコインと64枚の20セントコインを持っています。ヘレンのコインは合計 1.134kg です。アイヴァンはある数の50セントコインと104枚の20セントコインを持っています。質問1。どちらの方が持っている金額が多いか、またはいくら多いか。質問2。50セントコインが20セントコインより 2.7g 重い場合、アイヴァンの持っているコインの重さの合計は？でこちらは、数学ペーパー2の質問なので、点数を獲得するには正解するだけではなく、解き方も示す必要があります。ちなみにシンガポールの小学生はまだ関数を習っていないので、 X とか Y とかはまだ使えないんですよ。でこの難題に対してネット上でいろいろな反応がありましたね。数、金額、重量、難しすぎるよ。なんで1キロ以上のコイン持ってるんだよ、とかね。でさらにその波に乗って、この話題をマーケティングに使う会社もあります。
それでは一緒にこの難題を解いてみましょう。まあ解き方はいろいろありますが、あくまでも私の方法です。まずはこの問題に登場する数字は3種類あります。コインの数、コインの金額、そしてコインの重さです。で、重要なポイントはヘレンとアイヴァンのコインの数は同じということですね。まあ、こちらの質問は金額の差を聞いていますね。で、50セント1枚と20セント1枚の金額の差は30セントです。で、2人は同じ数のコインを持っているので、ヘレンがアイヴァンより50セントのコインを1枚でも多く持っていれば、まあ言い換えると、アイヴァンはヘレンより20セントのコインを1枚以上多く持っているということですね。コインの数の差1枚あたりに30セントの金額の差が出てくるということですね。で、ここまでのロジックが分かれば計算は簡単だと思いますね。ヘレンはある数の50セントコインと64枚の20セントコインを持っています。で、アイヴァンはある数の50セントコインと104枚の20セントのコインを持っていますね。で、ヘレンはアイヴァンより50セントのコインを40枚多く持っているので、金額の差はその40枚 ×30 セント、つまり12ドルですね。で、ここまで来たら、いや、ヘレンがコイン何枚持っているかわからないんだけどと思うかもしれないんですが、実はヘレンとアイヴァンが持っているコインの数は計算する必要がないんじゃないかなと思います。なぜかというと、2つ目の質問に書いていますが、各50セントコインは20セントコインより 2.7 グラム重いです。で、1つ目の質問と同じように書くと、2人は同じ数のコインを持っているので、ヘレンがアイヴァンより50セントコインを1枚でも多く持っていれば、コインの数の差1枚あたりに 2.7 グラムの重さの差が出てくるということですね。で、ヘレンはアイヴァンより50セントのコインを40枚多く持っているので、重さの差はその40枚 ×2.7 グラムですね。108グラムです。で、ヘレンのコインは合計 1.134 キログラムなので、アイヴァンのコインの合計重さは 1.134 キログラム引く108グラムですね。そしたら 1.0264 キログラムです。ちなみに50セントのコインは20セントのコインより重いし、50セントのコインの数を見るとヘレンの方が多いので、アイヴァンのコインの合計重さはヘレンより少ないはずです。まあもちろん解き方はいろいろありますが、以上あくまでも私の回答方法です。それではまたね。この動画面白かったら、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。